さあ今日も元気に社畜として頑張るよ。社畜だもんな。さあ次稲を育てるんだけど、開拓していく前提かな。2でしょ。今僕が格2なのよ。多分バンガードはいけるんだけど5なのよね。需要のほら、あ、ちょっと行ってみようか。さあお米をね、お米を食べるために。あ、そうそう、でね、お米の名前を何にしようかっていう募集をツイッターで事前にしてて、一応ね、いろいろとご意見もらったんだけど、まあ衝撃的だったのが島流し。島流し、三つ目さんだね。あれはちょっと笑ったな。まあっていうのと、トマトさんから来た、レトエルコマチか、はい。一応まだ米の名前に関しては、募集してます。募集してるんでね、また米ができるまでは。いやー、で島流しって聞いてさ、個人的にあの、もう次僕が思いついたのは横流しっていうさ、完全なる横領ね。横領米作ろっかなと思って。まだまだ早熟じゃ。早熟か。もう考え中だね。横流しもちょっと期待しつつ。横流しね、捕まる米だよね。あ、でもさ、そのやばい、ちょっと水流しすぎ。やばい。これを機にちょっとお米品種調べてみたのよ。結構いろいろあるね。あの、調べてみて思ったけど、結構というか50何種類とか、地方に行ったらさらに細かいのをあるんでね。さて、はあ、こんな島で暮らしておっては好きな本を手に入れることもままならんの。このおぼろ月講師の新作を追うなど夢のまた夢じゃ。わしはこの本が大好きじゃ。内容はすべて覚えておるし、今さら読み直すまでもないが、これだけ都から持ってこねば眠れんような気がしての。おぼろ月講師、一体どのような女性がこのような素晴らしいもので書いておるのか。うくぐす、都が家が恋しいの。はいはい、また働かせる気か。お、穂が熟しました。念願の収穫です。やったね、収穫きたね。でも各5か。じゃあ収穫始めますか。刈り取る。近い。ほう、若干ね、あの、撮った時の音が違うんだけど、気のせいだよね。あ、すごいね、ちゃんと下にあの、撮った後の茎が残ってる。細けえな、そういう意味では。で、束もできてるしね。地味だな。地味だな。おい、で、こんなところか。さあ収穫完了と。全部わしのものじゃ。僕お米は固めがいいな。粘り気があるやつとかいろいろあるけどね。さて、雨降ってるからか。わし、しっかり乾けよ。え、
ほい。こんなところか。ほい。おさがけ完了。ねえ、水が入らないようにしてるから OK だよね。よしよし。さて、干してる稲を納屋に移すと。そうなのよね、乾くどころか雨降ってるからね、ダメです。お、十分に干せた。そしたら先に預けて、ちょっと米収穫しよっか。何か作るですか？ああ、この辺りもちょっと時間消費するのかな。よし、先に取ろう。納屋に移動しました。じゃあ脱穀行こう。ああ、これそのうち大きくなるんだろうな。さあ、こき橋を使う。ガシガシ行くぞ。はい。タン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 。最初のやつをさ、他人に任せるってあるけどさ、さすがに最初はね、自分たちでやりたいよね。うわ、すげえな。こんなところか。さあ、脱穀完了。はあ、お米。乾燥度は97。もうちょい待ってもよかったね。で、次は、もみすり。もみすりまでして飯食うか？見るからに力仕事じゃ。いや、もみね。玄米になるわけね。今殻を取ってるところだね。で、一部好き。好きだ。いいかな。終わり終わり。さあ、もみすり完了。美しき輝き。白米じゃ。白米できた。疲れる。そして、新米完成。私はいまいちだったな。いまいちなのか。核は5。量が455。で、味491。硬さ485。粘り487。美しさ549。香りが400と。体力とかちょこちょこ上がってね。力も35はでかいね。お米は10個入手。時期は標準。植えた間隔、粗食。まあ、そもそも少ないからな。ちょっと待って、害虫とかあるの？マジか。状態は普通。タニシ帰る。あれなんだ、この辺り自分で処理しないといけないわけね。確かにね、初めての割には多分だいぶいいんじゃない？食べてまずいって言われたら泣くけど。よかったよかった。ぬかすも3手に入ったね。おお、雪だ。なんとか収穫を迎えましたな。少しは強くなれたが、少ない農業かな。来年分の種もみを差し引くと考えなしに食には合わせませぬな。だが少ないながらも確かに増えた。歩みは進んだのですぞ、おひいさま。ここは辛抱の時ですじゃ。いやじゃいやじゃ、辛い日になりそう。
まあでもご苦労様だね。さあ、まあここで、一旦お米が取れたわけなので、お米の名前を決めたいなと。ねえ、何にしようかなーっていうところだったんだけど、あのね、途中でこの何米何米っていう話をしてたんだけど、反応が良かった、反応があったのがあったので、そのお米の名前にしたいなと思います。ということで、うちのお米の名前は島流しでいきたいと思います。三つ目さんやね、三つ目さんの案でいきたいと思います。まあ実際島流しに今合ってるからね、ちょっと恨みも込めて島流しという名前でやっていこう。さて、でこの米さどうなるんだろうね。白米一応あるね、大切に大切にか。何か食べるますか。白米がゆ、あのね、ちょっとね、白米は次の年にする。まだまだこの量じゃ許さん。お、吹雪いてる。なんという寒さじゃ、一歩先も見えんかったわ。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。しばらくは狩りどころではございませぬな。お帰りなさいませ、さくな様、ジー殿。ささ、早うお召し替え、火にお渡りください。じゃこれは。見りゃわかんべ、手鎖の団子だ。それがしと見る手で作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのでな。手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。毒草にはござりまするが、根をつぶし水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。何が悲しいで高貴なるこのわしは、こんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒団子。さくな様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、見るて洗えばまだ食える。今年一年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは、一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねえんじゃ、あるだけマシだべっちゃ。
うた。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。どこまで漕いでも拳から抜けられんし、方角もさっぱりじゃ。都ならとてもたどり着けそうもない。だいぶあの暗い感じが急な展開だったね。子供ここがどこでも立派な大人になりましょう。見る手、ヤントの文字分かれません。それ田植えもんから教えられるいいです。見る手は合理と哲学、そして神については教えます。毎日勉強か。面倒だっちゃ。お願いします。大事なことです。それにエケスカネ余計なお世話だべ。まず自分が嫌なと言葉を覚えてみせろ。あら、もう言ってもいいっすか。静かにしなさーい。見る手にも考えがあってのことにござりましょう。助け病を出すにしても今しばらく様子を見てからでも遅くありません。そういうものか。この島では皆乗り越えねばならぬことが山ほどありそうですな。春の訪れが近づいてきました。今年の稲作は始めましょう。さくらさん。はいはいはい。お主は。あいや、これは春の訪れの兆し。すなわちそろそろ次の稲作が始められるということにござります。また働かねばならぬわけか。おひいさまがいやいやながらおのずから。違うわい。どうせ何を申しよう、無駄ならわしとってたらく米が食ってみたいからの。その意気でござりますぞ。それがしも魅力ながら助立ちいたします。いつまでも魅力では困るんじゃが。確かにね。いやね、何から手をつける。多分耕すことからじゃないかな。あー、やっぱ田おこしだね。田おこし。冬の間の寒さで田の土がカチカチに固まってござりまする。これでは次の田植えの時に根付きが悪くなってしまうなってしまうことでしょう。そこで土に桑を入れてかき混ぜ柔らかくしてやるのです。地獄だね。しかり入念にやっていては日が暮れてしまうことでしょう。あまりご無理なさらず、浅く広くなんとなくのところで結構でござります。まあやるか。さてと、石が邪魔じゃの。これは手で取るしかないか。まずは石材取って。てかこんだけ石があるってかなり土壌悪いよね。さあ耕すぞ。違う。あ、びっくりした。四角ね。はいはい。あ、荒ぶってる。え、どういうこと。全然耕してるかどうかわかんねえ。そうだね、次の工程行こう。完了。
よく耕せたと思うぞ。92かこれ、マジか。あ、やべ、肥料入れてね。何をしておる。土の様子を見ておりました。土の、土は育てるものといいます。稲を育むもやはり土であり、土作りなくして稲作は語れませぬと。お主は誠に稲作には目がないんじゃの。その通りでございまする。土作りに一貫でございますら、これから堆肥を加えてはいかがでしょう。ああそうだね、堆肥加えよう、忘れてた。え、ああそれか。さよう。これってそうだね。元気やな。まあ声だね。あー、そのためにくべたんだ。あー、無論それがしも作れまする。いつでは堆肥を撒いたところ、残らず稲が枯れてしまい申した。それはダメだね。さあ、根、葉、穂の3種類どの養分がどれだけ足されるかによって、肥料を作るときに入れたいとによって変わりますと。十分な施肥があれば稲と咲くのはすくすく、育ちますが、足りなければそこで成長は止まってしまいますと。土地の養分を切らさないようくれぐれも注意しましょう。はい、汲み取ります。じゃあ腐った食べ物とかもここに入れればね。まず、追加で、腐った食材を、はい、投入。粘土、毒性が上がるのか。銅鉱石、まあ鉄鉱石とか、防虫マイナスか、竹、朝はちょっとな。ね、あーないな。琥珀は、琥珀がゼロなのが気になる。1600あるんだけどね。あ、開始。あ、はいはい。で、そういうことね。まず琥珀投入。1600の、
意外と育ちいいね。うん、これにしよっか。で、追加で、まあ、防虫。防虫が増えるのはどういうこと？マイナスになると？やっぱそういうことだね。防草。まあ、やってみるか、一回ね。よし、じゃあ熟成。さあさあ、田植え田植え。今回は100はどれくらいだ100ってどれくらいだ。86と、まあ悪くはない。慣れんな毎年。